はい、こんにちは。樋口デンタルクリニックの院長、じゅんじゅん博士です。今日は歯磨きの仕方を説明するよ。歯磨きってどんな感じでやるのっていうふうにみんな言うんだけども、取れてればいいの。だからどんな磨き方してもいいんだけども、こんな風にやると上手に取れるんだよっていう教え方があるので、今日はそれを教えるね。今は歯周病なんかがすごく気になってる人たちが多いから、歯周病対策の歯磨きの仕方が人気のある磨き方なんだね。このサイコロ見てみて、ね、サイコロの目をもしこの歯ブラシを使ってきれいにするっていう風に話になると、どうやって磨く？こうやって磨く人はあんまりいないよね。ちょこ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 、こういうような動かしをしてよく取るようにするよね。歯もこの溝とかもあるし、こういうところにばい菌がついてるわけなんだから、大きくゴシ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 しちゃったらよく取れてないわけ。サイコロの目の汚れを取るみたいなイメージでやらなきゃいけないわけ。これが直角ね。そうすると斜め45度くらいに、歯周病対策の予防としてこんな風にちょこちょこちょこと、でそして1本またずらす、1本ずらすっていう風にちょこ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 、こうやって磨いていくのがいいね。奥歯の方は歯の高さがそんなにないから全部こうやって磨けてるんだけども、前歯のところになってくると上の方がよく取れないよね。上の方は上の方でちょっと直角気味にこうやってやるといいね。で、今私のこの持ってる持ち方見てみて、これ鉛筆書いたりする時と同じような持ち方で、ペングリップっていう風に言われてんだけど、この持ち方でやるのがね、すごく今は上手にね磨ける方法って言われてるよね。なんでかっていうと、みんな鉛筆とかでね文字書くの上手にできるから、一番持ちやすい持ち方だから、これで楽だっていうんだったらこれだっていいんだよ。だけども、このグッという風に磨いてしまうとちょっと力が入りすぎちゃうっていうことがあるから、ペングリップっていうのがすごくちょうどいいぐらいの力加減で磨ける方法なの。だからこれが人気がある方法だね。舌の内側なんだけども、舌があるんでね、ベロがあるからすごくやりにくいわけ。奥の方を磨くんだけども、こうやってまっすぐにこう入れちゃう人が多いの。あんまりよく当たってないよね。ここ当てなきゃいけないとなったらこうやって当てるよね。で、この時の角度見てもらいたいんだけど、歯ブラシここに当てました。そうすると大体なんだけど、真ん中よりもこっち側に当ててないと当たらないってこと。だからこうじゃもう当たらないってことだよ。イメージとしては英語の U の字を描く、頭の中で描くように少しずつこういう風に磨いてみて。こっちも同じね。で、前歯の方は少しやりにくかったらこの先の方でやったり、あとはこうやって後ろの方をこうやってやるのもいいかもしれないよ。上も同じなんだけども、ここにほっぺがあるわけ。だからあんまりお口あーんってすごく開けちゃうと、ここで筋肉があって止まっちゃうの。だからちょっと軽髪したくらいになると奥まで入るよ。奥まで必ず入れてね。で、奥まで入れてちょこちょこ磨きます。だいたい斜め45度でね。前歯の方は長いから少し下の方もよくやってね。で、あとは場合によったらこんな風に縦に磨いてもいいよ。前歯こっちも同じね。あんまり大きなお口開けてるとここでストップされて、この一番奥が磨けなくなっちゃうから、ちょっと軽く噛むとここのほっぺが緩むから、奥の方まで入れてしっかり磨いてね。じゃあ今度内側だけども、模型上で内側磨いてくださいってなればこうなるよね。こんな感じ。歯ブラシの柄が歯の方にくっついてんのがわかるよね。だけども、いざ皆さん上の歯磨いてくださいって言うとどうなるかっていうと、大体の人がね、歯ブラシの柄がこうやって下がってこうやって磨いちゃってる人がとっても多いの。ポイントは歯ブラシの柄が歯の方にくっついてるような感じにする。こういう感じで磨くといいかもしれない。たったこの歯ブラシの上げ下げで劇的に上手になる人がすごく多いです。
こうなって磨いてるなと思った人はちょっと歯ブラシの柄を上に上げてみるようにちょっと心がけてみて、そうするとちょっと上手に磨けるようになるよ。はい、今日は歯磨きの仕方を指導しました。みんなわかったかな。大事なことは何かっていうと、よく取れてるか取れてないか、歯垢が取れることが大事。上手に取れるやり方として私たちが教えてるのが、こういう風なバス法だったりスクラビング法っていうような磨き方なんだけども、アフリカの人なんか何で磨いてるか知ってる？こんな磨き、エチオピアに旅行に行った時に買ってきたものなんだけど、これがアフリカ人の、方が使っている歯ブラシなの。こう自分でこうシュシャ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 こうやってやっていくと、そのうちここの先がブラシみたいに広がって、これでこう一本ずつ取っていくんだよね。一本ずつ丁寧に歯垢が取れていれば、これだって構わないってこと。口の中のばい菌の数を少なくする方法としては歯磨きが一番大事になるから、歯磨きは上手にできる方がいいわけ。歯磨きを上手にするためには効率がよく磨くっていうことが一番長く続くのね。その一番やりやすいやり方として教えました。今日はこれでおしまいにします。またねー。